ディフェンダーコンバーのゆういち。そしてエンジニアのゆういちさんです。よろしくお願いします。はい、それでは早速ですけれども、お三方、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは一人ずつスタジアムの皆さんにご挨拶を頂戴します。はい、去年イメージからサポーターの皆さんにご挨拶できています。去年現役選手を引退しました。2年半、福岡でたくさんの思い出を作ることができました。ありがとうございました。ありがとうございます。クラブアリスのクラブゲームの中村君です。皆さんこんにちは。広島の、ファイナルサポーターの皆さん、皆さんこんにちは。ありがとうございます。そしてアリスの福岡ルヴァンカップ優勝おめでとうございます。はい、今日もいいチームに来まして、いい試合になっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、アリスさんお願いします。はい、アリスの福岡公式アナウンサーいただいております。 HKT のテイトの豊田大輝です。よろしくお願いします。今日はずっと見てきたお二人とのトークということでちょっと緊張してるんですけども、最終戦に向けて、いいパスコができるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。アキさんは先ほどスペシャルイベントに参加いたしましたけども、お三方そろっての日常大食いトークということになりますが、小原さんからまず一言を伺います。先ほど現役引退という話がされましたが、今はサンフルッチェ広島のスクールコーチに就任されたということですが、新しい生活はいかがですか？はい、子供たちに自分の今まで養ってきた技術だったり考え方を子供たちに伝えます。すごくやりがいのあるポジションじゃないでしょうか？はい、本当に教えることに対して子供たちが真剣に取り入れてくれて、近いからですけど成長する時間の思いがすごく楽しいです。未来の CD が世界のままプレイが出るかもしれない。はい、頑張ってほしいです、小野さん、今そういう生活をされているということですが、改めてここでお三方の関係性をおさらいしますと、小野さんは2016年の途中から2018年まで2年半アビスパに開催されていました。山本さんは2回目の2015年から17年ということは、2017年一緒にプレーされたということですが、それぞれどんな思いを持っておりますか？そうですね、ライバルです。まあ冗談ですけど、そうですね、おもちゃになって、なんですかね、代表奇跡的に入れることができました。いや、すごいでしたね。小原さん、その時のこと覚えてらっしゃいますか？覚えてます。最初は右足でシュートだったんですけど、すぐうまくいって、今度は左足で決めようっていう、そしたら1回で決まったのに、これ、左足の方が上手に決めようと指導がやっぱりいいでしょうね。さあ、お三方に改めてお伺いします。アビスパ福岡のルヴァンカップ優勝試合をご覧になってました、小原さん。はい、わかりました。どちらで？自宅です。自宅で。嬉しかったんじゃないですか？そうですね、はい、大好きしていたので、はい、嬉しかったです。奥田さんはどこでご覧になりました？僕は国立で、はい、見に来ました。どうですか、このルヴァンカップ優勝？いやー、本当に大きいとして、報われるものがありました。本当に素晴らしいことだなと思いますね。新しい歴史を踏み込みましたね。そうですね、新しい歴史を開いてくれて、ここからまた新しい歴史が始まってくるわけですね。ところで、阿部さん、はい、現地にそうですね、2万人近く今日ここに大勢の方が生まれると思うので、本当にいい雰囲気の中でゲームができる、選手ができると思いますし、ファンの方もいい雰囲気を楽しめると思うので、楽しんでください。ありがとうございます、アキさん。はい、今シーズン本当に最高のシーズンなので、その最高の締めくくりをここで味わえることが楽しみですし、その空気作りに私もお手伝いできるように頑張りたいと思いますので、皆さんぜひ一緒に応援しましょう。よろしくお願いします。アキさん、この後ちゃんと歌唱にも登場、どうぞお楽しみに。ありがとうございました。熊本雄一さん、そして中村奥子さん、そして豊田大輝さんでした。ありがとうございました。
とうございました。来場者の皆様、拍手をお送りください。さて、ホームゴール裏にお越しのアビスパサポーターの皆さん、アビスパサポーターの勝利を祝いジェット風船を一緒に飛ばしましょう。この後のヒーローのサイズアビスパ